家流されてる、家流されてる、ダメだこりゃ、壊滅だよ、やばい、やばいやばい、あの人やばい、急いで、どれぐらい？20キロ。ああ、それはでも大船渡まででしょ。陸前高田はもう、まあ、まあ、うん、入ったんでしょ。津波まで。これ津波が来たのかな、ここまで。来てますね。ああ、ここまで？そうだよね、そうですね。一気に変わりましたね。一気にですよね。ああ、やってるね。やってますね。ここまで津波来るとは誰も思わないよ、
番沈下。全体を見よって、もう一つ本幕っていう漁港があるんで、そうちょっとかなり地盤沈下してるんで、ちょっとご案内します。消えててね、引き返してきたっていうのあるね、ずいぶんね。いやー、こんなどこまで来るここ、この辺ぐらいの水来るね。ああ多分、大潮になると、ここ全部
北省の仮設住宅はもう刺してる。もうひどいっすよ、ひどいっす。あとは合板みたいなのでできてる、ね、うん、チリとか、うん、大チリがここだったわけでしょ。
切り詰める。全然スケールがもう、その段階でみんなも折れちゃった。折れちゃった。折れちゃった。この辺は火災にもなってます？なってたんでしょ。ねえ。だってあの燃えたものを乗せて津波が来てるんですもんね。そうそう。浮いてる状態だから。途中で線路自体ひっくり返ってるのがあったでしょ。あれ全部同じところに作るのかって話。そうか、基本的に地盤自体が独立になった。それまた突き固めないと。
随分錆びてる。
はい。Oh.
中下さん、子供がたくさん流されちゃったの、この静川でしたか。
新聞用紙だね。
閖上地区。その津波はどういうふうに越えてきたわけ？それを越えてきたんじゃないですか。その離れ小島を。そこから向こうは海ですか。3階ですもんね、セルタカ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 ル